ては本人にご挨拶させていただきます。静岡県議会議員選挙鶴ヶ区選挙区選出立候補者予選者立憲民主党公認杉山敦史より決意のご挨拶をさせていただきます。皆さん、寒い中お集まりの時ありがとうございます。ご紹介いただきました杉山敦史と申します。まず私の、自己紹介ちょっと紹介させていただきたいと思います。私は今56歳です。地元の新小学校高松中学校卒業し一応進学校に行ったわけですが、私は小学校6年生の時に父親を亡くしております。肝臓がんでした。以来私と弟と母親と3人母子家庭ということで生活してまいりました。決してですね、そんなに裕福な家庭ではないですが、まあ、進学校に進みですが大学受験を諦め昭和56年4月から県職に採用され以降県の職員として、まあ、県の行政にやってきました。特に平成6年からの20年以上は民生事務所また子ども家庭相談センターという事務所で児童相談だったり障害者の福祉だったりそういった福祉行政に携わってまいりました。また職場を一歩離れて労働組合の関係では静岡県職員組合県職の副委員長書記長そういった役また設置役員などもやって働く者が働きやすい社会を作っていこうそういったことにも力を入れてまいりました。今回こういった立候補の機会をいただきましてもう少しお話しさせていただきますが本当にですね世の中を良くしていこうということまた私は県の内側から経営を見てまいりました。監督こんなことができるんじゃないかこうすればもう少し働く者がやる気を持つ仕事ができるんじゃないかそういったことを日々考えていました。今56歳になりましたが今回駿河区から県政に移行するということをいただきました。まず私が皆さんに多く伝えたいのは国政の問題です。本当にですね安倍さんは森友問題家計問題反省してるんでしょうかね。反省してないと思います。特に働く者から見ますと官僚である財務省の職員に嘘を言わせるまた新たな仕事の手を作らせる官僚の皆さんも良心があります。自分の良心と組織の忠誠心の中で悩んで財務省の職員は2人自殺してるんですね。また1人は自殺未遂してるんです。安倍政権を支えるために職員が死ななきゃならないなんておかしいですよね。そこで、まあ、なんで私はこういった自民党が強いのかな、はい、もう一個言うと今回の働き方改革関連法案である労働組合が一番反対したのは残業ゼロ法案といえる高度プロフェッショナル制度です。多くは申しませんが労働時間の概念を変える残業ゼロにするというのを年収要求を徐々に下げていくそういった狙いが見え隠れいたします。これも強行採決されました。じゃあなんでこんな自民党悪いことばっかりしてるのに強いのかなこう考えますとやはりやっぱ議員が多いからだそうなんですがなんで国会議員が多いのかなと考えました。それを支える地方議員県会的市会議員が多いからだ、まあ、そういった考えにこういうふうになる。まあ、それに対抗するには、まっとうな野党の地方議員増やしていくしかないんじゃないですか、まあ、そういうこともあって、立候補を決意させていただきました。県政の課題では、子どもの問題です。教育環境の充実、また学力の向上、指導型35人学級のさらなる充実、また児童相談所で対決しました子どもの貧困の連鎖の断ち切りです。意外と知られていないんですが、ゆとり教育が見直しされて中学校では勉強時間が70時間ほど年間増えました。また小学校で一番増えたのは小学校1年生2年生も70時間増えています。学校に登校する日も10日以上増えています。逆に小学生の夏休みが10日減りました。つまり午後まで働くときに増えましたが静岡市は残念ながら多くの自治体もそうなんですが給食の日は180していたままでした。お弁当持参の日が10日増えたわけですがその負担を全て家庭に押し付けてしまいました。教育環境の充実子育て支援というならばお弁当が増えた10日間ぐらいは学校給食を増やしてもよかったんじゃないか
私は地元の三角小学校で PTA の副会長を10年やってますが、そういった PTA の声だと中学2年生には当時は届かなかったと思います。そういったことはぜひ必要です。また学校の先生方は多忙です。81代以上働いている先生結構いらっしゃいます。特定の教科はやはり音楽などは専門の先生を配置し、担任を楽にさせていく、質を向上させていけば学力向上につながります。教育環境は本当によく知らなきゃならないと思っています。子どもの貧困の連鎖の形です。まあ、児童相談所にと思いましたが、親が悪いのか親の無駄遣いが悪いとか言っても問題は解決しません。本人がやる気あるならば、その子がちゃんと高校まで立派に卒業できるようなしていかなければ貧困の連鎖は断ち切れません。続いて高齢者の問題を伝えさせてください。振り込み詐欺ってなくなりませんね。なんでなくならないのか考えたんですよ。でね、よく言うのが騙された人も悪いっていう人もいますよね。でも今新聞報道では反海外の犯罪集団が日本の高齢者お金持ちということで老後の資金狙ってるって書いてありました。狙われてるんですね。なんで高齢者か、やはりちょっとお年を取ると冷静な判断ができなくなるか、判断ができなくなるのかな、増えてる、そういうところが狙われてるわけです。私はですね、警察だけに頼るといけないんですが、まず警察が犯人を検挙し逮捕しにすれば、そんな犯罪に手を染める人はいなくなりますよね。しかし予防も必要です。銀行だけ任せてはいけません。銀行、警察、行政、さらに地域の人も一緒になって弱い高齢者を守っていく、そういった社会の実現のために頑張っていきたい。立憲民主党はそういう方だと信じていますし、そう聞いています。また、トイレの問題もいらしてください。指導会議周辺、足の悪い障害者や高齢者が、安心してトイレに行けるような、そういった洋式トイレが不足しているっていう、他県に比べて不足しているそうです。私たちはですね、そういったトイレの問題、高齢者困らないようにしっかりとしたそういうトイレもですね、見るような高齢者が困らない社会は、そこに住む全ての住人の方が困らないと言っています。ぜひよくしていただきたいと思います。あと原発の問題で終わります。きっと原発が共存できないということを私は福島原発事故で学びました。私は東日本大震災直後の1週間福島市の体育館で避難所支援をやってきました、そこにいた人は浪江町の方と南相馬市の方ですが、本当に出て戻れるかどうかわからない浪江町の方は役場の人に目を付けました。循環に役場の人に、しかし戻れてないと思うんですよね。立憲民主党は原発テロ法案を提出しています。しかし与党によってそれは全く放置された状況だと聞いています。私は、きっと原発、特に大地震の原子力発電所が共存できるかというのは議論してほしい。また原発テロ法案、立憲民主党の中にもぜひみんなに知ってほしい。今日はその中身についてごまかすできませんが、大いに議論をしてですね、原発問題考えていけば、おのずと結論は出ると思うだと思っております。最後になりますが、このように皆さんに集まりありがとうございました。私が世の中を少しでも良くしていきたい、県の職員だった経験というのは強みです。また、児童相談所や障害者の福祉で苦労しました。その苦労をですね、少しでも県政に生かせるように頑張っていきたいと思っています。まあ、今日が、いわゆる選挙のスタートだと思っています。多くの皆さんにご支援が取れるように精一杯頑張ることを伝えてですね、終わりたいと思います。ありがとうございました。